ライブドアの堀江元社長をめぐる偽メール問題で、議員辞職した民主党の永田久康元衆議院議員が北九州市内のマンションの駐車場で倒れているのが見つかり、その後死亡しました。昨日夕方、北九州市内のマンションの駐車場で男性が倒れているのを住人が見つけ、警察に通報しました。警察の調べで、男性は永田久康元衆議院議員39歳と分かり、病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。家族など複数に宛てた遺書のようなものが書かれたノートが見つかっていて、警察では自殺とみて調べています。永田元議員は2006年にライブドアの堀江元社長をめぐる偽メール問題で衆議院議員を辞職し、去年11月にも福岡県内で自殺を図りましたが、未遂に終わっていました。